ね、京都の抹茶もそうやったけど、その職人同士仲悪いから、京都の抹茶もまあ職人だらけやんか。で、結局お互いに術かけ合ってん、京都も。で、その解決が実は祇園祭やね。あ、仲直りの儀式やね、職人たちの、町屋衆たちの、町衆たちのな。だから私もそういう祭りは必要やね、職人たちのね。で、まあ、ただ、うちがこうやって、例えば魔術系の漫画やったら、一巻ずつしか置いてへん。第一巻。二巻から置いてへん。実はほとんど。ね。で、あ、これはちょっともうちょっと調べなあかんなって思ったのは、まあ、ちょっとは買ってるけど、最後までは買わへんね。な。で、まだ一巻だけと言いながら、揃えてない魔術系のコミックスいっぱいあるやろ。あんねん。な。そんなもう折を見て、一巻だけ買わなあかんね。そしたらめっちゃバランス良くなるね。で、多治見がまた安定すんね。で、多治見が安定して、しかも、職人たちは、まあ、かけた、まあ、道具魔術みたいなのが、機能するやろな、また。で、こういうのはいるね。ハブ空港みたいなもんやと言うたらな。で、まあ、別真似してもらったらめでこんなシステム。で、こんなにたくさんあった方がいいね、はっきり言って。うちみたいな考え方のシステムが。な。うちのやり方真似したらいいね、どこでも。余裕あるとこはな。で、それぞれの魔術コミックを1巻だけ買って面白い人はな。いや、おつじとか1巻だけやって、うちは2巻だけ言うたら、だんだん整う。せ それもバランスいいから。でもね、魔術の本ばっかり買ったからね、漫画も。そうそう、スポコンも買わなあかんねん。そうやねんで、ね、バランス取れへんから。うわ、大変やろ。しかも1巻だけ買うの。バカバカしい。バカバカしいね。こんなことすんのバカバカして、絶対魔術師は思うね。絶対男の人は思うね。なんでバランスよくそれぞれの漫画全部1巻だけ買わなあかんねん。バカバカしいって。絶対男の人は思うね。ほんまやで。女の人たちがバカバカしくなくできるね。バカバカしいと思ってやったらまた効果が、減災どころか逆効果。でしょ？うちの女がこんな楽しくやってんね。一巻ずつ買って、男の人たちをサポートできて嬉しいわやんか。な？生きがいやん、こんなもんね。でしょ？じゃあ魔術師が困らなくて済むわねって。またいろんな立派なこと、面白いこともだんだんできる余裕がない人たちも出てくるんじゃないかしらと思えるやん。でもまあですね、女子がこうするべきやけど、女子はそんな広い物件なかなか確保できへん。旦那に頼んだろ。そんな集めてるんだったらちょっとそれわざかけようぜって旦那がまた奥さんに持ちかける。な？わ かった。なかなか真似できんやろ。真似できそうで。まあ、全巻集めたらええんやけど。一巻だけじゃなくて。集めるんやったら全巻。どの魔術コミックも全巻。しかも魔術以外も。スポコンも。日常も、サラリーマンも、全部。な、バカバカしてたかったやろ。それと満喫やるわ、って倒産しとんねんな。コロナ倒産。で、不倒産って言う限りコロナさんって言われてるのか、お母さん。コロナ倒産したから。な、真似できんやろ。ギャグも。